に開幕する J リーグの開幕前の恒例イベント、キックオフカンファレンスが14日に都内で行われ、J1、18チームの選手がユニフォーム姿で集結した、ヴィッセル神戸から参加した MF アンドレス・イニエスタ、38、は、ゲストのお笑いコンビ、霜降り明星、せいやの質問を華麗に交わした。トークセッションの中で、イニエスタに憧れていたというせいやから、総資産いくらですか?とまさかの質問。いきなりの、キラーパス、に、アイドルと思っていただいて、ありがたいです。お金よりも僕のサッカーを見て好きになってくれたと思うので、サッカーの質問をしてください、とクールな笑顔で交わした。選手が自身の注目ポイントを披露するコーナーでは、イニエスタは、サッカーは全て大事なんですけど、攻撃陣の連携プレーです、とチームプレーをアピール。神戸は18日にホームで迎える開幕戦でアビスパ福岡と対戦。今度は本職のピッチで、華麗なプレーを披露する。